いや、やばいでしょ。始まっちゃうからね。群馬ヤンバ湯煙フォーラム編。湯煙フォーラムって何をしているように見える？湯煙なのに温泉ではない。頭の中に広がるのが、そう、湯煙なき。ヤンバって止まらない魅力にあふれてるわけでしょ。実は裏側の部分ってのがあって、その裏側が指導陣ってわけ。その指導陣をメイソンしているのが、そう、ツナ缶。指導陣とは何なのか、ツナ缶とは何を企む組織なのか。 Hey Siri、 ツナ缶。はい、ツナ缶についてウェブでこちらが見つかりました。ね、人工知能がツナ缶という組織を隠蔽しようとしてるんだよね。今回は自らツナ缶の秘密を、情熱が止まらなくなるまで。ヤンバリストが突如明かした指導陣ツナ缶というワード。ツナ缶とは何を行う組織なのか。我々はツナ缶をよく知る人物との接触に成功した。ツナ缶という組織を知っていますか？もちろん知ってますよ。隠すつもりないし。担当直入に聞きますが、何をしている組織なんですか？ツナの缶詰を作っているとか。まあその組織のミッションであるということに捉えれば、まあツナの缶詰を作ることは容易いことだと思いますよ。ツナ缶に会うことができるのですか？まずはですね、箱舟の美女を訪ねてください。我々は早速箱舟へ向かった。そこで待ち受けていたのはウッド&石綿。ツナ缶はつなぐカンパニー長野原の略で、住民主役の町づくり組織です。ほらね、言ったでしょ、住民主役の町づくり組織って話。一つ紹介したいのは、花が好きで花をいっぱいにしたいという意見が出たので、まずは公園に花を植えてみることにしました。地域の方にも声をかけたところ、多くの方が集まってくれて、今や大人気の活動なんです。ほらね、花を植えてみるよ。ヤンバーを花で埋め尽くす活動、長野原町花いっぱいプロジェクト。イライザしちゃってますよねと言いたいところだけども、実際に行ったのは、花が好きなんです。もう物心ついた時からなんか庭仕事とかそういうのをやっていたので、なんかそれが当たり前にずっとやってて、で子育てとかが終わって、なんかちょっと本気でこういうのをやりたいなって思って、ガーデニングスクールに6年半通って。すごい。ね、聞いた？もうこれ完全に指導しちゃってるよね。我々は再びツナ缶をよく知る例の人物のもとを訪ねた。ツナ缶、とんでもなくヤバミナティな組織でした。今回インタビューを受けてくれたのは、長野原町の萩原町長でした。ツナ缶に対する思いをお聞かせください。僕のツナ缶に対する思いというか、目標っていうのは、その中で人を育てていくこと、人を発掘して育てていくことが最終的な目標なんですけれども、地域づくりというのは、やっぱりその地域づくりのことを自分ごととして捉えて考えて動ける人間をどれだけ育てていくことができるかというところがポイントになるんですけれども、まあ、そのあたりのところを考えていくと、県の、知事が提唱している指導陣に合致してくるのかなというふうには思うんですが、まさにこのツナ缶の中からは、将来のリーダーになるような人材、あるいはそのリーダーをサポートできる人材、もっと言うとイノベーションを起こすような人材が生まれ育っていったらいいなというふうに思いますし、僕は必ずそうなるだろうと、本当に継続していけばそうなるだろうというふうに信じているので、このツナ缶は続けていきたい、そう強く思っています。
今回でさ、ツナ缶という組織の全貌がアハハハンしちゃったって話。撮影を終えてこちらを覗いていたのが、そう、ツナ缶の CEO、 お好み鉄道。世の中に指導陣が溢れる時代がそこまで来てるんだよ。やんばるかやんばらないかはあなた次第です。